デヨングがあれだね。まだコンディション全然戻ってない中で、チームピンチだから出てくれたみたいな感じなんですかね、あれ。オンザボールのところのミスも、ね、デヨングそんなミスするんだっていうのもあったし、あとあの、プレスのズレ遅れみたいな。デヨングずれないし、デヨングのことをロメウは注意できないしみたいな。そういうね、ちょっと早めにデヨングに負担かかりすぎる状況になってるじゃないですか。ガビの怪我とかで。ね、一番はね、やっぱチャビが食材の調理法でね、工夫してやるタイプの監督じゃないから、 食材自体をモチベーション上げて、鮮度高めて使うみたいな監督だから、今ね、モチベーションを上げさせるとか、こう、クラブの心を掴んで、選手の心を掴んでってやるのに、やっぱりこういうね、今逆風すごい吹いてるじゃないですか。昔より全然ね、見れるサッカーというか、してんのに、だからそこでね、チャビの持ち味をチャビが使えなくなってる状況だからナーバスになって、メディアとやり合ってる状況になってますよね。あとは、カンセロとね、バルデ両サイドバックに使って、カンセロ低い位置で貼っちゃうから、だからあの辺とかもね、 組んでだと絞ったりとか、だか選手に任してるからこそビルドアップの時に変なことになったりするんだろうね。あの選手ごとに立ち位置自由に取らせるとね、こうサッカーのセオリー、法則に基づいたうまくいく時の立ち位置に立たないことはガンガンありますからね。そこは感覚でやってますからね。フレンキー・デヨングが無理して出した状況だろうな、みたいな今のね、ガビトがいない中でね、オン・ザ・ボールのミスもプレスとか守備のずれ遅れもあるし、みたいな。うまいけど一番いい時のデヨング知ってるからみたいな、あとは やっぱペーニャが弾くところ、手足低減ならキャッチしてそうだなみたいなしもあったね。そう、カンセロウィングの方がいいですね。でもね、やっぱりああいう監督ってやっぱロマン型多いからカンセロサイドバックに使いたいんだよね。うまいやつって普通ウィングでしか使わないのに、サイドバックにも使えるみたいな感じなんでしょうね。結果ね、カンセロが低い位置で張っちゃったりとか、高い位置行った時高すぎたりとかして、右ボール回んなくなるからね。 ロメウね。ロメウがしっかりポイント立って動かないからデヨングが降りてってスリーバック化してみたいなわかるんだけどね。そのロメウ自体がポイントちょっと高すぎたりとか、気になるとこあるからね。パルベイデバーサの時はサイドバック開いてました。もう基本開いてますよ。時々、そのセルジロベルトが入ってったりとか、セルジロベルト上がったり、セメド上がってラキティッチがその背中取りに行くとかね。背中っていうかクロースロールやり行くとかね。だから、 それをぜやってるチームだけが勝ってるって意味じゃなくて、うまくいってる時は自然と低い位置でサイドフロントの位置を使ってないっていう。だってサイドバックが低い位置からこう絞って、ここでね、配球するのと、サイドバックが上がってってウィング中絞って、インサイドアウトがこう取り行くのって、結果形一緒じゃん。だからレアル・マドリードとかは、ね、マルセロが上がって、左からローナウド入って、ここにクロースが降りてきたでしょ。で、今だとね、ウィングが、まあビニシウスとかの時は張って、で、この内側のところに、 フェラメンディ入ってきたりとか、まあ、他のパターンもあるけど。だから結果言いたいことは、ここで開いてると、内側のパスコースとかサイドチェンジとか戻しとかなくなるけど、絞ってると、内も外もあってサイドチェンジしやすくて、キーパーにも戻しやすいっていう。で、切り替えの時に、守備の距離が短くなる。それをどういうふうに、チームが、そこに選手が行くようにデザインするのか、そういう選手を置くのかって話になりますね。いやいや。若干レオかるよレ、レオンはる。い。レオンは悪でしょこれ。ジルーさん安全しましょう。っっカウンセルはね、組んでパス出せやっていう。<laughs> <laughs> ねえ。インダース君、僕は裏抜けはしないけど、足元にはつけてね。これが、ね、ラファエルなんですね。カンセロは、テップは使わねえから移籍してきたんだよ俺の分も裏ケアはしろよ、アラフォこれがカンセロの。全然違います。むちゃび解任報道まで出てんだね。 普通にやってるサッカーは変わんないんだけどね。普通に質ある選手は質見せれてないだけなんだけどね。今騒ぐ人はお前から騒いでなきゃいけないなって思うんですけど。そんなもんですよね。普通に迂回経路また作れてなかったしな。特にカンセルサイドバックン使うとね、カンセルの二択のポジショニング全部間違うとかあるんでね。でも上手いからいいじゃん、みたいな。 マルコス・アロンソとか、足速くないんだけど、守備の体の向きの作り方とか、あの、準備不足みたいなのあるから、でもその二人をね、取ってきたのは、シャビだし使ってるのはシャビだからね。でもそれでも、相手と力差めっちゃあったりとか、うん、なんかこう、レバンズスキーが調子良かったりとかすると、いけたり、あとはまあ、ね、手足体減今回1失点したけど、あそこ止めてくれてる日が多いから、それだけの話なんですけどね。 今のバルサうまくパスも回ってない気がするんですが、えー、どこを改善するべきですかう回経路っすね。ウィングの位置高すぎる。ディフェンスラインがウィングとパスコース繋がってない。だから中に無理やりつけなきゃいけない。で、あとは、レバンドスキーとかもライン上にいて、それがう回経路繋がってたらね、ライン上にフォワードいてもそこまでボール運べるから最後点だけ決めてくれってなるんだけど。外繋がってないのに中のくさび入れる人もパス届かないとこいるから。 後はね、なんかちょこちょこってやって、ガビがうまい、ペドリうまいとかなるときしちゃダメですね。でもそれはもうずっとだから、チャビ就任してから。そうだからもうそれは、うん、もうしょうがないね。まあ、チャビとかね、あのポセオグルト強いとか相手にどうできるかだからな。らチャビプレミアいたらやばいと思ってるんですよね、僕。バルサの戦力でね、相手になるのがね、マドリアとチコぐらいだからいいけど。リーガー監督してやりやすいんじゃなくて、戦力が相手と差があるとやりやすいんですよ。とか、自分の方が有利だとね。 当たり前のことわざと言ってるけど。クラシック用の戦術なんだけど、これ来週もやってほしいよね、これね、カンセルウィング。カンセルウィングは、やり続けたらもっと良くなると思いますけどね。クラシックで初、初めてやるには超級大転だと思います。ロメウのいいところは平均的に安価な役割こなせることと、多分いい人めっちゃ、車いとか見てると。いや、なんか、真面目に粛々となんていうんですか、ね、必要なことやってるこの、うん、なんかこう、サラリーマンの悲哀みたいなのは、ロメウに感じますけどね。 でも、ニコもね、長く使ってたらもう、やばいぐらいもう何も分かってねえな選手だったのかもね、分かんないけど。クーマン時代はそう見えなかったよね。ブスケツもデコも評価してたよなだから前に潰しに行く守備を、よ後ろがずれてないのにやっちゃったりとか、なんかその、前の守備強いけど、バランス取るのが苦手だから、ニコって。だインサイドハウ型なのは分かるんだけどっていう。そうでもね、もう今の目をダメっていうのはもう、言ってもだからな早めに言ってたしな そういうなんかまあ、だから補強って結果論じゃできないから、だから本当に、あの時ロメウイって言ってすいませんって言ってた方がいいよ、みたいな人。で、そういうのも、そのロメウイって言ってた人たちがバルサの補強部にいるわけで。そうそう、大体言ったらまあバルサって本当そういう訴訟のチームですからね、だからそういうことですよ。全員がロメウイ違うだろうって言ってたわけじゃないからね。でも普通にもう、ある程度はギュンドンアンカーやっていくしかないですよね、ギュンドアンとデヨングで。 で、あとはもう、ターンオーバー要因と、で、カップ戦とかそういうところで使っていくしかないっすよね。取っちゃったんだから。今回は今、まあ、ロメウよりもロメウ出す前に、普通にね、右ウィングやまるで左カンセロに回してもよかったしね、ジョアン・フェリックス残すのも全然よかったし、普通にあの、途中のロメウ入れる交代のところで、そこで点取らなきゃいけない状況で入ったよな、あれ11で。別に守備固めするために入ったわけじゃないもんね。マジャーから上がってくる選手中盤。まあ、だって、あれですかね、フォワード本当だって一番、守備が、 厳しくなる状況で一番みんなが守ってくる点取んなきゃいけないから。あなと、なかなかそこにすごい選手が上がってくるってないでしょってなると、残りはね、ウィングか中盤になるっていう感じじゃないですか。だかこう、フォワードとあのセンターバックってかなりフィジカルが重要になりますからね。だから、パルサの保険もそうじゃん。あの、チャビがね、組んでと洗う方でダブルビースだっつって。まあ、基本的にね、ディフェンスラインは肩を上手い人で、あのセンターバックは肩を強い人で。両サイドバック、片方は上がる上手い人、肩はバランス型みたいな。 両院がめちゃくちゃうまいくて早い2人みたいな。で、フォワードはめっちゃ点取る人を外国から取ってきてみたいな。な中盤は自家生産で訳分かってる上手いやつらを使うみたいな感じですよねバルサ、バルサの資金でね、取れないから。で、チャビが2個気に入ってないから、ね、誰か安価にコンバートするとかでも。チャビだと変なあのコンバートしそうだけどね。あ、だからいつも質でやってるところを質だけじゃ解決できない問題が出てきたときに、そのまんま。 何か起これって待ってるだけになって、そういう、じゃあもうこっちで動くかってなった時に、そこじゃないっていうことはしちゃってるっていう、そういう、もうただの個人対個人みたいなところが、もう目につくだけだから、ちょっと寂しいっていう人たちは増えるだろうね。だからこういうとこ日本人入ったらまた変わるだろうけど。テバンドスキー、も一番いい時からしたら衰えてるかもしれないですけど、僕はそんなにわかんないのと、普通にフェラントーレスとはちょっと格が違うと思います。 っていうか、バルサの前線の中でも、サッカーの上手さが違うから、相手の圧が強い中で。で、レバンドスキー言うとターゲットマンにもなるし、ただそこにクロスを入れられる形とか、揺さぶりながらウィングが仕掛けられる形をチャビは用意できないから。そう、だからまあ、でもそれでもね、一応戦力差があるとはいえ、優勝してたりとかいろいろ、クラブ内でのね、なんかそういう、なんかこう、確固たる地盤みたいな気づいてるから、まあこういう感じで、楽しむ人が楽しめばいいんじゃないかなっていうには思ってますね。うん あとはチャンピオンズリーグとかね、そういう相手強くなった時に人かは向けれるのか人かは多分向けないと思うから、やまる覚醒とかそういうすごい選手たちが怪我しないで集まってるかどうかみたいな感じだね。あれがこうやってこうしたからこううまくいったんだみたいなのは、うん、期待しない方が逆に楽しめると思うな。そういう苛立ちを持ってバルサ見るのもきついだろうしね。そうだからまあ今後もバルサもレアルも質楽しんでいって、 いけたらなっていうふうに思いますね。え最後まで聞いてくれてありがとうございます。よかったらいいね、チャンネル登録して帰ってください。また一緒にいろいろサッカー界の話を中心に喋りましょう。<laughs> よろでは、ソフトボールでした。バイバイ。